デビッド・ガーンは、イングランドのエセックス州、エッピング出身のミュージシャン。デペッシュモードのボーカリストとして、長年活躍する一方、近年では自ら作詞作曲に挑戦し、ソロ作品も残している。愛称はデーブ。ミュージシャンとしてのキャリアと、過酷な人生経験を経て、深みを増していったバリトンの声と、絞り込んだ肉体を生めかしく動かすパフォーマンスは、 大衆的なものとカルト的なもの双方の要素を持った人気を得ている。九州の選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第73位。デーブは労働社会級の家庭に生まれる。が、一歳にならないうちに両親が離婚。二年後に母親と二歳年上の姉と共に同じエセックス州のバージルドンに移り住む。後に母親はジャック・ガーンと 再婚、二人の弟が生まれるが、ジャックは、連れ子のデイブらも、実の子供のように扱った。しかしジャックは1972年、デイブが10歳の時に死去する。その後のデイブは、無免許運転など荒れた生活をするようになり、14歳の頃には、少年裁判にかけられたこともあったという話もある。1978年に学校を卒業した後、 食を転々とした末に芸術学校に居場所を見つけ、デーブは3年間を過ごすこととなる。ここで彼はブリティッシュディスプレイソサエティアワードという賞を得た。1980年。デーブは地元のミュージシャンと共にデビッド・ボーイのヒーローズをセッションしていたところ、それを耳にした地元のバンドコンポジション・オブ・サウンドのビンス・クラークの注目を引き、デーブをバンドに招き入れる。 バンドはデペッシュモードと名前を変え、1981年にインディーズレイベルのミュートレコードからデビュー。その後メンバーの変遷などを経ながら四半世紀以上に渡り活動し、9000万枚以上のシングルとアルバムを売り上げ、欧米を中心に大きな支持を集めるバンドへと成長。今なお活動は続いている。デペッシュモードにおける作詞作曲は、初期はビンス・クラーク、 その後は一貫してマーティン・ゴアが行っており、デーブはあるインタビューの中で僕はマーティンの操り人形なのさと自重するほど自分自身の表現について執着していなかった。しかし友人のギタリストノックス・チャンドラーの手を借り作し作曲に挑戦。2003年にデーブ・ガーン名義でペーパーモンスターズを制作する。プロデューサーは シュガーーロロススのプロデュースで知られる検討を増すこのペーパーモンスターズと最初のシングルであるダーティースティッキーフロアーズはヨーロッパで高セールスを得てライブツアーも好調のうちに終わったデイブのソロの好調さにデペッシュモードのファンはデイブとマーティンとの会議そしてバンドの解散を危惧したが後に作られたデペッシュモードのアルバムプレイングジエンジェルで デイブの作った曲が3曲採用されたことで、その噂が奇遇であったことを証明してみせた。2007年、2作目のアルバム、アワーグラスを発表。プロデュース及び作詞作曲には、デペッシュモードのツアーメンバーである、アンドリュー・フィルポットとクリスチャン・エーグナーが参加。ロック色が強かった、ペーパー・モンスターズに比べ、アワーグラスは、デペッシュモードの持ち味である。 エレクトロニック色の強いアルバムとなった。その後、2009年のデペッシーモードのツアーにサポートとして参加した、イギリスの音楽グループソウルセーバーズの楽曲ロンゲストデイにリードボーカルとして参加し、後にソウルセーバーズの4作目のアルバムザ・ライト・ザ・デッド・シーの全曲にボーカルとして参加した。このコラボレーションに好感触を得たのか、2015年10月には、 デイブガハンソルセバースとしてエンジェルスゴーストを発表した。2009年、デイブの私生活はデペッシュモード内では最も派手だったことがある。デイブは3度結婚し、2度離婚。今は3番目の妻と生活している。そして何より深刻だったのはロサンゼルスで生活していた頃のドラッグにまつわる一連の事件である。デイブのドラッグ癖は10代の頃まで遡る。 デペッシュモード活動後もバンド内では半ば黙認されていたが中毒がひどくなったのはちょうどソングス・オブ・フェイスデボーションの頃である。この頃にはデーブは自らをロックンロールスターであると認識しツアーでは常に取り巻きとドラッグの売人に囲まれていた。思考も異常をきたしており、かのカート・コバーンの自殺に際しては自殺のアイデアを盗まれたと考えたほどであった。ツアー終了。 そして、デイブの友人でもあったアラン・ワイルダーが、デペッシュモードを脱退した後、事態はさらに悪化。デイブは、狂言自殺を試みる。やがて一度は更生施設に入るものの、この時は単に中毒症状を軽くするための、もの程度に考えていた。やがて二度目の離婚、強盗被害などを経て、再度更生施設へ入り、対所までこぎつけるも、直後に電話で母親から、 またドラッグを繰り返すに決まっていると言われたことにショックを受け、ホテルのバスルームでヘロインとコカインの混合物を大量に撃った後、手首を切って自殺を図った。もし友人がデイブの身を案じて探しに来なければ、彼は確実に死んでいたであろう。実際、救急車の中でデイブの心臓は2分間止まり、彼は臨死体験をしている。 ドラッグの大量摂取と心停止の影響が心配されたが幸いにも好遺症はなかった。しかしその代わりに待っていたのはドラッグ摂取による逮捕状であった。デーブはこれに素直に従い裁判所のリハビリ命令にも応じた。適切な治療とリハビリの結果今のデーブは見違えるほど健康体になっている。周囲やファンからの励ましと 何より彼を尊敬する息子ジャック、後に3番目の妻となったジェニファーの存在が彼を立ち直らせたと言ってもいいだろう。デーブはジェニファーと共にロサンゼルスを離れ、現在はニューヨークに暮らしている。ジェニファーには息子ジミーがおり、またジェニファーとの間には娘ステラローズが生まれている。特にステラローズについては初めての娘ということもあり、溺愛している模様である。 ありがとうございます。